高瀬おすすめの、ランナー向けのストレッチ。水野のウェブライダー、かっこいいっすよね。と見てしまいました。はい、こんにちは。ですね、走るときにはですね、ちゃんと準備運動をしないとやっぱりいけないじゃないですか。怪我しますからね。で、そこでちょっと高瀬おすすめの、ランナー向けのストレッチをね、紹介したいと思います。さあ、本当にいろんなストレッチ方法があるんですけど、フルマラソンを走るときなんかはね、ずっとこう寒い中待たされるんですよね。で、そうするとやっぱり筋肉が固まってきちゃって、やっぱ走りづらくなりますから、こうピョンピョンピョンってジャンプしたりとかね、その場その場でできるストレッチなんかをよくするとね、いいぞって言われて僕もやってるんですけども、個人的に一番おすすめのストレッチがですね、全部の筋肉をすごくよく伸ばすストレッチなんですけども、まずちょっと足を広めにとって、で、こういう体勢ですね。この状況で自分の体の体重をですね、前にこうグッと倒します。で、グーッと倒してですね、わかりますかね、今これ左足なんですけど、これ右足をちょっと上げた状況で、これを奥に押し込むんですね。ここ見た方が早いかな。この状況でこれをこっち側に押し込むんです。で、押し込むとここのところの筋も伸びてくるので、すごく気持ちいいんですよね。これをですね、20秒ずっとします。この状況で伸ばして、この手をこっちに奥に押し込んで、で、まあこらえられる感じでね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。すいません、皆さんに人生で一番無駄な20秒を過ごしてしまいました。まあみたいな感じですけど、やってる本人は結構筋伸びて気持ちいいんですよね。はい、逆側もやってみましょうかね。同じ方向かな。逆側もちょっと前目に出して、これをグッと下ろして、で、これを、こっち側ですね、こっち側をここに押し込みながら、1、2、あー、きついきついよ。せーの、1、2、はい、みたいなのをですね、2、3回やると結構これやってみると実感するんですけどね、全部の筋伸びるんですよ。ここのハムストリングも伸びますし、もも裏も伸びて、こっちもね、全部うまく伸びるんでね、これ非常におすすめです。まあ、あとはこう前屈っていうんですかね、こういう風にするとももの裏結構伸びるの分かると思うんですけど、ちょっと見てもらえますかね。例えばこう極端に広い状況、例えばこう極端に広い状況で前屈ってした時と、内股に極端にした時に前屈ってした時だと、足の裏のね、伸びる筋が全然違うんですよ。ということで、走ったりする前にはそのね、前屈のこのかかとの向きを変えながら8回とか繰り返してやったりしてますかね。まあ、以上の2つ、まず今日は紹介してみますので、ぜひね、ちょっと走ろっかなとか、長い距離歩こうかなって前に、すっかりね、筋肉を伸ばしておくといいと思います。しっかり筋肉ほぐしてから、走ったり、走った後にストレッチをすると、次の日の疲れ具合が全然違いますからね、おすすめですので、必ずね、ストレッチしてからやってみるといいと思います。こんにちは。今回もすごいかっこいい音楽流れてますけどね。今回は本当に走ります。もうちょっと本当にね、仕事が忙しい時期と重なってしまったことと、まあちょっとランが久しぶりではあります。確かに、はい、認めます。その間ね、本当ストレス食い、ストレス見取りよくしちゃいましてですね、もう人生でこんなに食べたことないっていうぐらいこうバクバク食べちゃったんですよ、揚げ物とかをね。その機会あってかですね、体重がおそらくね90キロ1回いったんじゃないかな。もうその状況から一晩寝た後に89キロぐらいってね、これはまずいなと思って、で、そのまずいなと思ってちょっとですね、食べるのを抑えたりとかをしまして、今ですね、
今日出るときは 87.2キロ、まあつまりですね、このラン動画を撮り始めて本当にまた同じに戻っていると。ただですね、もうね、今回ばかりはね、本当にもうシャレにならないのと、この時期からの仕事がだいぶだんだん落ち着いてくる時期なので、筋トレもちゃんと C の走りの食べ物も気をつけるので、マジでこっから見ててくださいよ。本当こっからこのね、この今このね、この太ってる状況からスッと落ちてね、本当にこうスッと痩せていくところをちょっとお見せしていこうかなと思いますんでね、今度こそ高瀬やりますね。俺切れとしたら大したもんっすよ。これね、あんまり受けなかったですけど、前回の動画でも流しましたけど、長州小力の真似ですからね。まあということで、ちょっとまあ今日は久々なんですけど、そもそもですね、これです。先に水野のウェブライダー、かっこいいっすよね。左右非対称なんですよ、色がね。はい、ということで、ちょっとこの靴のまず試し履きっていうのも今日はありまして、まあゆっくり走ろうかなと思ってます。まあとりあえず甲州2周を1時間10分ぐらいで走れればいいのかなというふうに思っております。じゃあ行ってきます。はい、行ってきました。ゲイストックはまあこんな感じです。新しい靴はやっぱりちょっとまだ履き慣れてないんで、あ、痛いなと思うところもあるんですけど、走り方がちゃんとした走り方になって、で腕振りもちゃんとしている時とかはやっぱね、自然と体が覚えてるんですよね。スピードが出てくるんですよね。だから、あ、もうこの靴意外といい靴やなぁなんていうふうに思いました。まあ、この後またね、いっぱい走っていきますんで、靴は慣れていこうと思うんですけどね。いや、そんなことよりですね、僕の好きな風景って言った、この下り坂のね、こう、降り切るところでですね、ふっと見た時に警察いたんですよね。あ、警察いるなぁと思って、こう、またタン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 と走ってね。で、この警察いたなぁと思ったとこ通る時に、いないんですよ。あれと思って、そんなことあるかいと思ってね、それが1周目だったんで、また2周目降りるところに行ったらですね、またやっぱいたんですよね。あ、やっぱいるんだな、ふん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 と思って、で今度はもうちょっと離れた場所で見たんですよね。いないんですよ。僕ね、この夜中にね、霊を見てしまいました。いや、ちょっとね、これは本当に皇居走ってて見間違うはずないんですよね。警察に移動しないと分かりますから。ただいるはずの警察がいない。寒いただ寒いだけだったりして、まあちょっとね、要調査というかね、次からはちょっともう一回写真撮ったりとかね、してちょっと霊かどうかね、確かめてみたいと思います。まあそんなことより、まずちょっとお家に帰って体重測定ですね。行ってきまーす。ふう、86.5キロ、0.7 キロ落ちなんで、まあこんなもんでしょって感じですかね。はい、では次は朝でーす。 86.3キロですね。ちょっと、まあ、今日はね、3時間4時間しかなかったんで全然体重落ちなかったんですけど、まあこんな感じでした。ということで今日はね、まあいろんな形のストレッチもね、紹介いたしました。ね、ちょっとこの後も追ってみたいなと思う人は、ぜひね、チャンネル登録と、いいねをね、押してもらえると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとは、高瀬、こんなものをちょっと調査してくれよっていうのがあったら、それもね、募集中ですから、こちらまで。こちらかもしれない。面白くない。では、終わりましょう。お疲れ様でした。